ケネス・カールセンは、デンマーク・コペンハーゲン出身の男子プロテニス選手。彼は、ATP ツアーで、シングルス3勝を挙げたが、その中には2002年ジャパンオープンテニス選手権、男子シングルス優勝もある。自己最高ランキングは、シングルス41位、ダブルス134位。左利き、バックハンドストロークは、片手打ち。9歳からテニスを始め、 1992年にプロ入り。すぐに男子テニス国別対抗戦デビスカップデンマーク代表選手に選ばれ、同年のバルセロナ五輪でオリンピックに初出場を果たすが、シングルスダブルスともに1回戦敗退。9月末のクイーンズランドオープンで初めて準優勝を果たした後、10月の成功スーパーテニスで初来日する。1993年全豪オープンで4。 大大会にデビューし、いきなり、ミハエルシュティヒトの4回戦まで進出した。同年6月7日付で、彼は世界ランキング41位となり、ATP ランキングで50位以内に入った最初のデンマーク人選手となった。この年は、全般的に好調で、ウィンブルドン選手権でも、セドリック・ピョリーンとの3回戦に進んでいる。しかし、彼の4大大会挑戦は、 決して順調ではなかった。1996年アトランタ五輪で2度目のオリンピックに出場し、シングルス3回戦まで勝ち進んだ。1回戦でマーク・ノールズを2回戦でジェイソン・ストルテンバーグを破って勝ち進んだ彼は3回戦で当年度のウィンブルドン選手権準優勝者マラビア、ワシントンに7の6、0から6、2から6で逆転負けした。 デビスカップでは、デンマーク代表は、しばらくの間、最上位カテゴリーのワールドグループで1回戦、敗退、ワールドグループ、プレイオフ勝利による残留を繰り返していたが、デビスカップ1996ワールドグループ、プレイオフで、スペインに1勝4敗で敗れたため、デビスカップ1997から、ヨーロッパアフリカゾーンに転落してしまう。その後、デンマークはいまだ、 ワールドグループ復帰を実現させていない。1998年4月、カールセンは、香港オープンシングルス決勝で、バイロン・ブラックを6から2、6から0で破り、ここでツアー初優勝を果たした。これは、デンマーク人の男子選手が、ATP ツアーで獲得した、最初のシングルスタイトルである。その後、左肩の故障に悩み、2000年のシーズンを棒に、振る。 二度の手術で1年8ヶ月のブランクを経験し、2001年6月にようやくツアー復帰を果たした。2002年ジャパンオープンテニス選手権でカールセンは決勝でマグヌス・ノーマンを7から6、6から3で破り、4年ぶりのツアー2勝目を挙げた。この優勝により、カールセンは世界ランキングを65位まで戻した。 2004年ウィンブルドン選手権で10年ぶり3度目の3回戦進出を果たす。2005年、全米国際インドアテニス選手権決勝で、マックス・ミルヌイを破り、ツアー3勝目を達成した。2006年全仏オープン1回戦敗退を最後に、カールセンは4大大会の本戦出場から遠ざかる。2007年6月、彼は当年度限りでの現役引退を表明し、 10月のストックホルムオープンとデンマークのコルディングでのチャレンジャー大会を最後に16年間の現役生活に終止符を打った。最後の年には2003年以来4年ぶりのデビスカップに出場し通算40勝25敗の成績を残した。デビスカップデンマーク代表選手としての通算勝利数とシングルス勝利数はクルトニールセン、トルベンルリッヒに続く チーム歴代3位記録となった。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス。 G コールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。